じゃあ、今から本日最後のセッションとして、ちょっと Q&A セッションみたいなのをしたいなと思いますけども、本日ご登壇いただいた方、前にちょっと出てきていただけますか？それでは、何かこう、ちょっとこれ聞きたいんだけどみたいなのが、もしあれば、いかがですか？じゃあ、近いところ。主に前半の方のセッションで、ハイパーレジャーの各プロダクトをいろんなの紹介いただいたときに、ユースケースでちょっと気になったのが、日本のユースケースというのが全然出てこなかったように感じていて、海外のはいくつか紹介いただいて、なるほどなと思ったんですが、それが日本のがなかなかないという理由はどの辺にあるとお考えなんでしょうか？ 誰かな、これを。勇気ある。じゃんけんにします？ そうですね、なかなか言いづらいですよね、これはね。で、じゃあ、後ろから。後ろから。すみません、じゃあ、マイク、じゃあ、いただいて。すみません、すみません、飛び入りで申し訳ないんですが、今、富士通の吉本です。いや、実は日本国内でないわけではなくて、結構ありますと。ただ、秘密主義って言うと変なんですけど、まだちょっと、形になってくるまではもうちょっと出すのをやめようっていうところがあって、各社それぞれ抱えているっていうのはまずあるかと思います。で、その中で例えばうちの会社だけじゃなくて、こういうのブロックチェーンの世界なので、大抵のプレスリリースが1社ではなくて2社以上になっていまして、例えば私たちの会社では、7月ですよね、今ね、7月中にも1回プレスリリースを出させていただいていて、これは IHI さんとの共同プロジェクトなんですが、2社でやる話ではなくて、2社で始めましたっていう内容ですと。これは環境価値の取引のユースケースなんですけれども、環境価値って今 J クレジットみたいなものがあるんですが、それをブロックチェーン化していくっていうふうになると、1社や2社ではどうにもならなくって、いろんな企業が入らないと回っていかないっていう、そういうどうしても大きなプロジェクトになってしまいますと。で、それだともうできましたっていうんではなくて、なかなか始めましたっていう発表になるので、それはみんなで遠慮し合ってしまって出ていないという。ただ言いたいのは、そういう日本の国内でこう閉じなきゃいけないようなユースケースって結構あって、もちろん海外では先行してるのは間違いないんですけれども、そういうところで、日本がこう、せっかくこれだけみんなの集まる場所がありましたので、ぜひハイパーレジャーとしましては、今日私たちがコマーシャルしてるわけじゃなくて、ぜひこういうことを、面白いことやってるんで、ぜひこっちをおいでよっていう、そういう趣旨で、これだけいろんなベンダー、プレイヤーの方が集まっているっていう、その趣旨を一応説明したいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。今のに関連していいですね。気になりますね。止まっちゃった。富士フイルムの大石です。弊社におきましても、ハイパーレジャーファブリックを用いて、サプライチェーンの関連のシステム、まさに今月から本番活用みたいな素晴らしことをい。やっています。ぜひプレスリリースを。マスコミにも出してたと思うんですけど、一方でエンタープライズでブロックチェーンというと、よく社内でも社外からも言われるのが、ブロックチェーンである必要があるんだって、データベースじゃなんてダメなのって言われて、で、昨日、今日の WebX のところでもよくブロックチェーン使うとこんなことできます、Web2、3使うとこんなことできますって言うんだけど、でもそれってまだWeb2 だったりデータベースでもできたんだろうみたいなのもいろいろあるんじゃないかなっていうふうに、個人的には感じたりもしていて、皆さんの立場では今のデータベースではできなくて、そのブロックチェーンだからこそできるみたいなところがあれば、ぜひ教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょういかがですか？多分同じ修羅場をくぐったんじゃないかなと思うんですが、この質問に関しては。多分社内でどういうふうに説明したかも含めて、なんか言っていただけるといいかなと思うんですけど 順番に一人一つ 大喜利ですか？一社一つぐらいあるんですか？大喜利に近いもの。じゃあ、日立さんから。お願いしていいですか？一旦僕はしゃべりますけど、ちょっと補足もお願いします。極論、ちょっと Y ブロックチェーンって結構、この何ですかね、結構宗教論に近い部分もあるかなと思うんですけれども、本質、ブロックチェーンじゃないとできないことって、今のところあんまりそ
その結局に当たってないのかなと思っていて、ただそのいろいろな技術の複合体になっているので、まあそのブロックチェーンだと作りやすいとかっていうところがあるのかなと思います。あとはこう複数の企業が何か協力してやるっていうところって結構ハードルが高くって、まあ、それの一つのこう引っかかりとしてブロックチェーンっていうのがあるっていうのが、まあ、ちょっと僕の一個人としての見解なので、あの企業の意見ではないかもしれないですけどちょっと、はい、私はそう思っています。じゃあオラクル中村さん。そうですね、特にデータベースの理由とかなんか、ね、そうですね、あの、まあ、おっしゃったあのところって、まあ、特に私もあの社内に言われたりするのは、あのオラクルってやはりデータベースを売っていきたい会社ではあるのでなんですけど、あの今おっしゃったように技術的にはあのデータベースじゃなくてブロックチェーンじゃなきゃいけできないことっていうのは技術的な純粋に技術的な観点でいうとそんなにないのかなと思ってるんですけども、一方であのさっき、まあ、ちらっと皆さんからもあのそういう観点でご説明があったと思う、なんかあのどっかに一人に集めるとか、どっか一社に集めるとか、あるいはサードパーティーのベンダーが提供してくれるとか、そういうモデルが取りづらいあの領域って あると思うんですね。それが全部だとは全然主張しないんですけども、まあ、あの何かしらあると思います。例えば、まあ、よく例に出すのが日の丸自動車連合を作りましょうって言って、じゃあトヨタさんにデータ全部預けるんですとか、預けるんですかとか、それがもう政治的にこう成立するかどうかとかっていうのはちょっと難しいかなって皆さん、まあ、あの感覚的には分かると思うんですけど、あるいはじゃあ経産省があのなんかいけてるプラットフォームを提供してくれるのかなと、まあ、それもちょっと難しいんじゃないかなと皆さん感覚的には思うと。それであのもしかしたらブロックチェーンを使うことで、あのトヨタさん、ホンダさん、あの日本の自動車メーカーが水平にあのデータを、まあ、あの特権的なあの企業が現れずに協力できるということで、あの何かしら解決可能な課題っていうのも出てくるんじゃないか、政治的な問題で実現が難しかったところがブロックチェーンが使えることによって、まあ、取り組めるようになるというような領域っていうのがあるのかなというふうに、はい、思っております。じゃあ IBM ギラヤさんお願いします。そうですね、データベースの言うのをオラクルさん緊張しますけども、あのほぼあの中村さんがおっしゃったと被るんですけども、あの正直言うと、技術的には本当に今は差がない、宗教論にちょっと近いところもあるんですけど、あのいわゆるあのコンソーシアム型、いわゆる競争型で、複数の会社さんにするシェアしたいみたいな時に、データベースはどうしてもオーナーを置かなきゃいけないんですね。そこが説明しやすいっていうのが一つあると思います。で、なのでサプライチェーンとか、いわゆる台帳管理ベースのものとかっていうのは、あのブロックチェーンでやっていこうって、まあ、合意は安い。ただ一方で、ちょっと最近悩んでるのはですね、いわゆるそのデータを使っている分析したいとか、サステナビリティの領域も結構データがいろいろ溜まっているので、いろいろ分析をしたいときに、ブロックチェーンだけではなかなか分析がちょっとしづらいプラットフォームなので、まあ、結局データベース入れるかみたいな話になっています。その時が今ちょっと悩んでいるところは実際あります。で、そこが今後多分新しいフェーズとしていろいろ出てくるのかなと、ソリューションも含めてあるかなと思ってますので、まあ、そのあたりの議論、このメンバー多分最高なメンバーだと思います。いろいろ議論していければな。じゃあ、菅見さん、宮沢さん、よろしくお願いします。あの我々も Why ブロックチェーンというのはもう何回言われたかわからないぐらいですねなんでブロックチェーン必要なのってもういつも言われます。で、あのなんていうんですかね、いや確かにあの既存の技術もできないことはないとは思うんですが、でもいろんなものをこうやっぱり組み合わせなきゃいけなくなって、それであればもうブロックチェーンみたいなパッケージでやった方が作りやすいじゃないんですかってのは一つあると思いますね。で、あとはそのやっぱり改ざん対改ざん性っていうところで、さっきの高齢さんなんかの例もそうなんですけども、第三者から見ても改ざんされてない証明書が必要っていう時に、いやブロックチェーンであの作りましたっていうと説明しやすいっていうのがありますね、はい、なのであのやっぱり結構今繊維業界とか自動車業界は、まあ、ブロックチェーン使ってそのまあ EU とかね、対外的にもそういう改ざんできないっていうことをアピールしやすいっていうのはメリットになってるかなっていうふうに思います、はい、ちょっと僕の興味本位で聞いていいですか。あの今そのバコンとそのこれまだブロックチェーン使っていない銀行さんをこれからつないでいこうっていう話をこう何度かされてたと思いますけども、そういう銀行さんってあのむしろこう積極的にブロックチェーンを使っていこうとされてるのか、もしくはその今空水さんとかが一生懸命ブロックチェーンってこんなに価値があるんだからこっちにしようよってこう説得してるフェーズなのかって、どっちなんですか。
いやもう説得してるフェーズですね。だその時の説得手法としては今言われたみたいな。まあそうですね、やっぱりあのなんていうんですかね、例えば中央銀行のその負債にするっていうのがやっぱり大事なことで、であの流れてる価値がですね、一般銀行の価値とか例えばある PSP の価値だとすると、その PSP が破綻するとそのお金持ってこないわけですよね、うん、だけど地方銀行だったら、まあ、地方銀行使われることはないでしょうということで、そういう意味でやっぱり信頼性があるの で、うん、でそれをちょっとブロックチェーンで担保しているということは非常に大きな強みがあります、うん、はい、でそうするとやっぱりその今度銀行からはじゃあそれやられちゃったらうちの銀行の価値がなくなるじゃないっていう、さっきの話が出てきてですね、はい、そこをいかにこう折り合いをつけていくっていうのが難しいということですね、逆にそうなっちゃう、そこが難しい。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あじゃあ最後藤さん、はい、みんなに言われてしまった結構、ね、一番最後損ですよねただやっぱり、うん、あの私個人としても、やっぱりたくさんの組織の中で誰がデータベースにいるのっていうのはやっぱり大きな問題、例えば、まあ、一つの業界っていうのもありますし、場合によっては国超えてって話になってくる、主権がとかって話になってくる、どうしてもやっぱり分散してあのみんなで管理していくっていう、ね、ような感じにしていかなきゃいけない場合も出てくるんじゃないかなと思っていて、特にそういう場合には説得力があるのかなというふうに思います、はい、ありがとうございますありがとうございます、あとあの後ろの方であの先ほど手を挙げた方がいるんですけども、ありがとうございます。ちょっと技術的な質問なんですけど、その ID 管理の部分でその DID の説明のところでそのイシュアからそのクレデンシャルをもらって、でそのクレデンシャルを一回あのベリファイアブル、クレデンシャル レジステリあ VDR、 そう VDR にあの保管して、でその保管されたも提出されたもの と、保管されたものの、整合性をベリファイアの方を見るじゃないですか。でこの VDR の部分というのは、どこが管理するんですかね。でそれを、まあ、なんか実質なんか中央集権のところがあるかなと思ってたりしますはい、質問ありがとうございます。まず第一にイシュアーがホルダーに対して VC を発行しますと、でその後に VDR に保管するものは VC ではなく、その VC を検証するときに使って検証を可能にするためのデータですと。なのでその VDR に保管されているデータっていうのは VC そのものではなく、それだけを見ても VC の中身を確認することはできません。ただの、 知らない、言ってしまえば知らない人が見たらなんてことないただのデータですと、そこに何の情報も出せませんと。でその VC を受け取ったホルダーがとその後にベリファイアに対して VP というものを提出したと思います。それベリファイアブルプレゼンテーションということで、一部のデータを取得してとベリファイアが必要としているデータだけ渡している状態ですと。でその際に VDR に保管されている DID メソッド、その DID のあと格納してある JSON のデータですね、それと VP を照合し合うことによってそのデータが正しいということを証明します。なのでまず第一としては、VDR には VC は保管されていません。その VC を、検証するためのデータだけが保管されているというのがまず1点。そして、2点目ですね、 VDR 自体をどういうふうに管理しているするべきか、その VDR 自体がその中央集権的に管理されてたら意味ないんじゃないかっていうご質問に対しては、それはもちろんイエスですと。でやっぱり VDR 自体もブロックチェーンとして分散台帳として動かさなくちゃいけないので、いろんな組織がノードを持ってそれを分散的に管理する必要があるっていうのが、今回の答えになります。で結局その VDR っていうのはそもそも SSI の概念的にはなんていうんですかね、
プライバシーがちゃんと保護されて絶対に改ざんがないような、設計であれば一応いいはずなんですよ。で必ずしもブロックチェーンは必要ってわけではないんですが、その要件、先ほどちょっと僕のスライドの中でご説明させていただいた12原則ってあったと思う、 SSI の12原則ってあったと思うんですけど、あれを満たす際に、ブロックチェーンが使いやすいっていうことで今回ブロックチェーンが、白羽の矢が立ってるっていうか、あのブロックチェーンを選択してるっていう状態になります。なので僕 の、 あのスライドの中で一番最初に説明したそのユースケースのところで説明したあの日本 の、 そのコロナワクチンの話があったじゃないですか。あれってのはブロックチェーン使ってなくても、まあ、ちょっと本当はブロックチェーンを使わないとその政府が改ざんしてしまうのであのよくないんですが、一旦は政府の持っているデータベースをあの皆さんで信用しましょうと。でそれで運用していることによって一応 SSI の SSI を一旦実現している状態になっているっていう状態になっています。という感じでご回答は大丈夫ですかね。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あともう一点なんですけど、はい、その VDR の部分のそのハイパーレッジャーインディのサービスに含まれているという認識で大丈夫ですか。そうですね、あの当初は全てインディーの中に入ってました。ただ現在はそのインディーはただの VDR、 つまりあの保管するあの DID メソッドを保管するための分散台帳の機能です。でその他にもあのアリエスとかアノンクレッツってものが出てきたと思うんですが、 VC の、中身だったりそういったその暗号化だったりっていう部分になっているのがアノンクレッツです。でアリエスは、そのイシュアーだったりホルダーだったりベリファイヤーが それぞれやり取りを行ったり VC の VC だったり VP の発行をしたり、あとウォレットにその VC を保管するみたいな機能になっています。なのでその現時点ではインディーとアリエスとそのアリエスの中に使うあのアノンクレッツの 3つが、必要、ハイパーレッジャーでの SSI を実現する上では必要なその3つ の、 あのプロジェクトになっています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあこちらの方。各体のお話の中で、やり取りする相手を、確認しましょうみたいなそんなお話があって、確か、例えばそのベリファイブルクレデンシャルでこう相手の年齢確認してみたいなそんなお話もあったかと思うんですけれども、そのどうしても SSI って個人側がフィーチャーされていると思うんですけど、そのやり取りする相手はお店だったりとか、先ほどの話でバコの話で言うと銀行だったりとか、そっちが本当にその VC なり VP なりを提示していい相手なんだろうかみたいな、本当なんでしょうかみたいなのは、それはやっぱりそういう DID みたいな形でこう確認されるのか、それともなんか別、そこはもう暗黙の了解みたいな感じで、そこら辺の考え方ってどうなってるんでしょうか。はい、今回プレゼンで出した例は本当に個人がお店に対して証明しますっていう例だっていうのはおっしゃる通りでして、逆にその今おっしゃったのは店が個人に対して私は確かにこういったものですよっていうのを証明しましょうって話だと思います、はい、それに関してはおっしゃる通りかなと思いまして、将来的にはそういうふうな仕組みになっていいかなと思います。はい、現時点ではそういうのはない、はい、今はないと言いますか、あれ実はインディーのコードを丸々いただいてきてエグザンプルそのまま使わせてもらってたやつなん でそのエグザンプルは個人が、企業に対して承認しますっていうコードしかなかったんで、そういうものですっていう感じなんですけど、ユースケースとして将来的にちゃんと動くものって考えたら確かにおっしゃる通りで、うちは詐欺するような業者じゃありませんよ、ちゃんとした業者ですよっていうのを証明するようなものがあれば完璧なサービスになるかなと思います。それは実現しようと思えば実現できると思います。ちょっとコメントが好きですので、はい、はい、これちょっと僕の個人の見解も入ってしまうんですけども、そこはある意味その DID の多段認証みたいな部分になってくると思ってまして、それこそそのベリファイヤーが本当に VP を与えていいのかどうかっていう部分を、逆にそのホルダーがベリファイヤーとなってそのベリあえっとですねベリファイヤーと一緒は何個も登場したんですけど、ベリファイヤーからサービスを受けるためにベリファイヤーに VP をあげますと。でもこのベリファイヤーは本当に
正しい詐欺業者じゃないのかっていうことを検証したですと、はい、その場合国が例えば株式会社としてちゃんと認証してるじゃないですか、そのベリファイヤーサービスプロバイダーに対して。なのでまた役割が変わって、国がイシュアー、ベリファイヤーがホルダー、そして個人がベリファイヤーになるというイメージです。でそこで認証した上で、あこの会社は正しい会社で正しいサービスをプロバイドしてるんだってことがホルダーが分かった時点で VP を提示するっていう流れになると思います。なので真のその SSI の概念の世界が実現すると、そのいろんなことを全てそのベリファイ、あの全て VC で検証するという世界線になりますと。この正しい企業であるっていうことを証明する VC をホルダーに対、 VP をホルダーに対して渡して、ホルダーが検証してからサービスを受け取るための VP をベリファイに渡してやるといった流れになっていくと思います。ちょっとだけコメントさせてもらっていいですか。はい、まあ、今ちょうどいい機会なのであれなんですけど、今おっしゃったようにトラストって結構難しくって、あのキリがないんですね。誰かが信用したら誰かが信用できない、でそれが本当にそうなのかっていうと疑ったらキリがないんですが、そこの多分あのソリューションの一つが、我々がなぜハイパーレジャーにいるかっていうことにはなっていて、あのそこであの多分社会的信用みたいなものがあるんですね。多分その技術で全部を抑えるっていうのももちろんあの理想論としてはあるんですが、現実問題としては例えば銀行であればある程度信用できるとか、さっき政府の話が出ましたけども、政府だったら大丈夫って、もちろん万全ではないので、バックアップぐらいはいるとは思うんですけども、それでもあの、まあ、例えば 2個あれば十分だったりするっていうところがありますので、あの、まあ、信頼できる第三者ってトラスティッドサードパーティーって言葉もありますけれども、あのファイパーレジャーの中ではいろんなところでそのトラスティッドサードパーティーをうまく利用していて、昔ながらの言い方で言うと PKI のような、あの多段階のサーティフィケーションオーソリティがこうあのお互いに、信頼を担保し合うっていうモデルがあったりするわけなんですが、これがファイパレジャーファブリックだとかアリーズの中の、ベリファイアルクレデンシャルの中にも取り込まれていて、そういう意味ではの社会的信用とあの技術をうまく組み合わせて使うっていうやり方に、我々の技術っていうのは使えるんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。コンソーシアム型であれば、そこら辺悪意を持った人は、まあ、ある程度排除できるというか、まあ、信じていいですよみたいな世界が作れるみたいな、そういう理解。そうですね、あの努力を減らせるっていうぐらい、あ努力を減らせるっていうところですね、はい、あの全部をあのみんなが苦労しなくてもよくって、あの1段目とかあるいは5人を信じればいいとか、そんなところだと思います。はい、ありがとうございます。あといかがでしょうか。あ伊勢さん、じゃあ、エンタープライズブロックチェーンというと、多分ファブリックはこうコルダーとかクオラムと比べられることがとても多いと思うんですけど、その中でこうエンタープライズの分散型システムを作る上でブロックチェーン基盤をファブリックで選ぶ、その最大の強みのようなものがもしあったらご教授お願いしたいです。どなたか。いっぱいありますね。多分、そうするとあの今出てきた中だとハイパーレジャーの製品がファブリックだけなので、ちょっとファブリックの強みっていう点でお話すると、あのクオラムって、まあ今、エンタープライズ向けの、イサリアム あのプロトコルっていうところであの出ていると思うんですけども、やっぱりもともとエンタープライズ向けの、 あの基盤として開発されたわけではないところで、かつあのイーサリアムとの互換も残してあるというところで、やっぱりあのパブリックブロックチェーン上で使うのであれば必須だったような機能っていうのがあるとは思うんですね。例えばなんかアドレスであって、アドレスがあってこうなんかあのバリューがあるみたいなあの構造になってると思うんですけど、あれってこうすごくそのデータスターとしては使いづらいじゃないですか。でもあのハイパーレジャーファブリックはもうちょっとこうキーとバリューがあってみたいな感じで柔軟にできてたりとかして、やっぱりその最初からコンソーシアム型、あるいはのエンタープライズ領域のブロックチェーンとして開発されたというところで、まあ、そのクオラムに関しては結構優位性、そういうところでの優位性というのはあの明確かなと思っています。一方でもコルダーとの比較って結構よく言われるんですけど、まあ、結構コルダーとあのファブリックはあの思想がかなり最初から違って、コルダーってあの基本的にこうバイラテラルベースというか、あの相手とあの取引の二当事者間で今日データを共有し、トランザクションを共有する、他の人とは全然共有しないというのがベースになっている一方で、ファブリックはあの
まあ、チャンネルとかあのプライベートデータとかいう仕組みはあるんですけども、グループの中でデータを共有する、その中で区切ることもできるというような、考え方になっているので、まあ、共有があの前提の考え方ですね。まあ、なので、ちょっとあのユースケースとか向いている向き不向きとかもかなりそこから、導かれてきているのかなと思います。はい、まあ、ちょっとあの本当にどっちがいいかっていうのはユースケース次第なので、そこからあの検討いただく必要があると思うんですけども、まあ、あの今答えたようなところがジェネラルなところかなと思います。大丈夫ですか？あとはいかがでしょうか？後ろのフリーの、すみません、 DID と VC に関して質問なんですけども、はい、あのインディとアリースってあのゼロ知識証明っていうのはサポートしているのかどうかっていうのを教えてほしいのと、あと開発のロードマップみたいなものは各プロジェクトで載っているものなのかどうかっていうのを教えてください。はい、まず一つ目のご質問ですね、 ZKP 使われているかどうかに関してはもうイエスで、まあ、先ほどちょっとスライドの中でご説明させていただいたウルザっていうものが、まあ、ゼロ知識証明だったり、まあ、暗号化の技術だったりみたいなものをサポートしてました。でそちらはちょっと今エンドオブライフということで、その他のプロジェクトにマージされて、先ほどに出てきたアノンクレッツっていう部分にマージされて、それがもうあのゼロ知識証明を、でベリファイがその VC を検証するっていった部分を、サポートするようになっています。っていうのがまず一つ目のご回答です。ちょっと二つ目の質問ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、ロードマップありがとうございます。ロードマップですね。ロードマップに関しても、基本的に、まず目標がありますっていうのは、あのそのアリエス その設計思想っていうのは結局そのある程度 W3C の決めたその企画だったり、いろんな団体が決めた企画だったりに対応していくっていうのが、まあ、今の流れです。で実はもともとアリエスとかインディっていうのはそういった企画すらも全く存在しない時代から、あと一番最初に本当僕の知る限りは本当に一番最初にオープンソースとして開発されていたあの SSI の基盤ですと。でただ後発的にこう企画を定めましょうっていうあの W3C だったり他の団体が決めていった中で、ちょっとアリエスだったりインディではその企画にはちょっとまだ合わないよって部分が改めて出てきましたと。でそれに対して対応していくっていうのがまずあの対応していってるっていうのがここ最近数年の流れですと。で実際のところまだ企画化が明確にされてなかったり、そのすでに企画が決まってるけどもまだちょっとインディーだったりアリエスでは対応できないっていう部分がちょっと少しだけ残っています。でそういった部分をやっぱり開発していくっていうのがまず一つありますと。で加えますと、そのアノンクレッツっていうものが先ほど出てきたと思うんですけど、あれ自体はまだその W3C の企画に完全に合わせるというか、そのまたちょっと別の設計思想で作られている部分がありますと。でそこを逆に、僕らの作ってるハイパーレッジャーのアノンクレッツを企画主としてしましょうみたいな、そういった流れもあって、完全にあの企画を取り入れてるわけではなく、我々が作ったものを企画にしようっていう流れもありますと。でそういう部分が、まあ、そういった流れに基づいて、開発を進めているっていうのがその今後のロードマップの部分になると思います。それってこうあのウィキとかにこう出たりするもんですか、はい、これがロードマップですみたいな、いついつまでにこれやるみたいな、いわゆるロードマップ、一応、ハイパーレッジャーのウィキのページには、毎週週次に、ミーティングがあって、で今後こういうふうに、V 何点何の時にはこういうふうなものを機能をつけていきましょうみたいな、機能そのロードマップはあったりしますと。ありがとうございます。であとはこちらの方ですね。先ほどの質問でちょっと戻るんですけど、なんでデータベースじゃなくてっていうお話の中でなんかちょっと分析に向かないっていうのができたと思うんですけど、その部分はその分析に向くように今後なった方がいいですか、それともそのままでよくて住み分けがあるというようなことなんでしょうか。あとまずブロックチェーンの不都合な事実っていうやつがあってですねまずあのブロックチェーンって今の取引を検証する機能はすごく優れているんですが、
データベースと比べるとだいたい過去のデータを検索したりとかキーに沿ってこう、フィルタリングをかけたりっていう機能がもともとはないんですね。でそのためにインサスキャンみたいなその外の、仕組みがあってそれをこうブラウジングしたりエクスプローリングしたりっていう機能がまあ後から付けられていたりしますと。でそれに対してハイパーレジャーのプロダクトっていうのは割とそういうところは工夫されていて、まあ、先ほどのファブリックの場合ですとレジャー DB レベル DB とかまあ、何だったっけもう一つはカウチカウチ DB ですね、まあ、そういうデータベース系の技術が使われているのでその部分はある程度はできますと。でただそれも最初からこう決められた隙間がある場合はできるんだけどなかなかそういうその完全な分析っていうのはできないのでそのあたりはまだ相変わらず、残っている分野です。でたまたま今このハイパーレジャーのプロジェクトの中ではエクスプローラーをどうするかっていう話が話題になっていて、まさにその検索の部分とかブラウジングの部分っていうのはブロックチェーンを使っていくと必要な部分なんですがまだ絶賛募集中でしてまあこういうものって言ったもん勝ちとか言ったもん負けとかいろいろありますけれども欲しい人がぜひこう来ていただいて俺たちこういうものが欲しいよとだからやらせてくださいっていうのが良い姿じゃないかなと。で、まあ、我々の経験で言いますと例えば各体のプロジェクトなどは、まあ、うちの会社も、なかなかこういうオープンソースのところ行ったことがなかったので怖かったんですけどもやっぱりそういう日本から出てくる人って少ないのですごくみんなが優しいんですね。もう頑張ってますよねってみんな声かけてくれて頑張る気になるので、まあ、特にね自分の身になってみて、まあ、貢献するときに自分のためになるもの以外ってなかなかやっぱり力かけにくいと思うんですがその検索の部分というのはブロックチェーン全体について今弱い部分で、それは別にハイパーレジャーに限ったことじゃなくてイーサリウムでも全部共通的な仕組みとして必要な部分で我々ハイパーレジャーは別にそのパブリックの敵とかではなくてむしろブロックチェーン全体を盛り上げていきたいっていう組織なのでそういったところをぜひみんなで作っていきたいなっていうそういうところだと思います。いわゆるフロンティアですねあとはいかがでしょうか。で、あ、はい、またその SSI の質問になりますけど私の、まあ、個人的なまあ、イメージなんですけどその、まあ、お互い検証するシステムにこうやっぱり なるじゃないですか、はい、そうするとなんかこう結構、まあ、人口の大半がこうこの SSI もでいないとこう成り立たないシステムかなと思っていまして、で皆様方としてはこれ人口の何パーセントが持っているとこれ成り立つなっていう思いますか。ですね、個人の見解がだいぶ入っていくんですけども、実際マイナンバーカードもそうじゃないですか。あれ紙媒体で配ってますけど。まあ、それ政府が例えば個人を認証するために個人を承認するために配ってるものじゃないですか紙媒体で、まあ、それが、VC として配られてたら、個人がホルダー国がイシュアーそしてそれを使って、まあ、例えばコンビニでお酒買うとかするときに年齢確認をする際に国がイシュアーとして個人がその VC を提示してお酒を出してくれるお店がベリファイヤー検証できるという状態ができると思いますと。で質問の通り、何パーセントがそれを持ってないといけないかって言われたらもちろん 100% に近づければ近づけるほどよくて、ただスタートはもちろんその便利だから使う程度でいいと思うんですよね。なので少数でももちろんいいと思いますと。で例えばそれこそ、まあ、保険証とかも、まあ、提示する際に今マイナンバーカードで提示もできますし保険証でも提示できますよってそういった流れになってるじゃないですか。で実際やっぱりその保険証をマイナンバーカードで出せるみたいな病院ってすごく数少ないんですよね。
でもやっぱりそれってどんどん今後増えていくと思うんですよ。やっぱりそれは保険証も、まあ、そのマイナンバーカードも両方持ち歩くのは面倒くさいみたいな、その1枚だけでいいじゃんみたいな、そういったその便利論がやっぱスタートだと思うんですよね。で、やっぱり最初で現時点でやっぱりその病院は少ないです。もう多分全体の 10% もいってないんじゃないですかね、僕の体感では。でもやっぱりそれでも運用はされていってますと。で、やっぱり最初は少なくても便利っていうところを分かってもらうってところがやっぱり重要だと思うので、最初はその質問の回答からすると、最初は 10% でも 5% でもいいので、スタートしていくのが大事なんじゃないかなっていうのが僕の個人的な見解です。ありがとうございます。というのは、この技術をすごくこう、普及すると、はい、便利になっていく生活なのが、分かっていて、はい、こうすごく興味があるんですけど、はい、実際にこう実験するたびにやっぱりこう最初新しいものをみんなこう怖がるんじゃないですか。イエスです、はい、でそうするとなんか参加するの少なくて、はい、実際なんか使う人の、口コミとしてなんか使えねえじゃねえかみたいなのになってきて、止まっていくんじゃないかっていうなんか恐れがある。はいはい、もう完全におっしゃる通りで、先ほどもちょっとそのスライドの中で述べさせていただいたんですけど、 SSI のデメリットの一つがやっぱりその新しい技術でみんなもうなんか分かんない無知のものですから、それってそもそも怖いじゃないですか、無知のものって。だからこそこういった回で我々がその皆さんに紹介をしていくっていうのがやっぱ今後大事なのかなと思います。そこでこういう技術がとてもいいものなんだよっていうのをその普及活動していくっていうのもハイパーレッチャーとしてやっぱやっていくべきだと思いますし、それでちょっと皆さんにその SSI っていう便利なものがあるんだなってことを分かってもらって、もう皆さん知ってる状態になっていただければ、 SSI やっぱみんなでやっていきましょうと。でも国レベルだったり、もう日本レベル、世界レベルでもどんどんやっていきましょうってなれば、もうみんながそういった VC で、個人のウォレットを持って VC でその認証するっていう世界観が実現できると僕は思っています。池谷さん、なんか力強く最後まで、ね、ありがとうございました。縁も竹縄な感じではあるんですけれども、もうそろそろこれちょっとセッション終了して部屋を出ていかなければいけない、はい、そんな雰囲気なんで、はい、この、ハイパーレッチャーワークショップ、この辺りで終了させていただきます。今日はスピーカーやっていただきました皆さん、本当にありがとうございました、はい。で参加の皆さんからこうやっぱり一人でも二人でもこのハイパーレッチャーの仲間にこれからなっていただけるといいなと私たちみんな思ってますんで、ぜひ終わった後外でもぜひ名刺交換とかして交流していただければなと思います。本日ご参加いただきましてありがとうございました。